癖になっちゃって、昨日で怒りは敵と思えて徳川家康いいこと言いますよね、うん、豊臣秀吉にお前関東を治めろって、浜松ですよ私は、なんで関東を治めなきゃいけないんですか、うん、いいからお前は関東を治めるんだよ秀吉一戦まじいてやろうか女のまったくから徳川家康最後天下取ってる、うん、石田三成と8時間戦って、うん、松尾山の小早川秀明を裏切らして小早川秀明が裏切った時石田三成だってこの野郎関白の約束までしてたのにお前松尾山で俺を裏切るのか女のまったくころみんなねそうなんみんなね歴史の人たち失敗してんの怒っちゃうから、うん、怒るからそれがね、一回大事だということが分かっていただいたらね、もう僕はもう今日の役目は終わりです。